周五郎を作「鶴は帰りぬ」1そうよ何も隠すことなんかありゃしないあたしあの子が好きだったよ名前は「実」あの人は「実がある」とか「不実」だとかいう時の「実」という字だって呼びにくいなだからみんなすぐに覚えちまった。 初めて来たのは6年前いや7年になるかしらあの子は17で徳さんっていう人の提灯持ちをしていたそう日切りの早日客は夜中に走ることもあるそういう時提灯を持って先に立つ役でまたその間に仕事の手順も覚えるというわけさあたしは初めのうち気物性で陰気な子だと思った その自分はまだ子供子供していて、卵なりの顔やはっきりしすぎた目鼻立ちがツンとした、寄り付きにくい感じだったし、ひどく口が重くって、ろくさまものも言わないという風だったからね。今だってよく知らないものは気取ってるなんて言うけれど、それはあの顔立ちと、あんまり口をきかないためにそう思えるだけで、芯はごく素直な。 そうどっちかというと臆病なくらいはにかみ屋なんだあたしは一度あの子をものにしようとしたことがある <laughs> 何さもちろん酔ってるよその時だって酔ったあげくのことさ本陣にお座敷があってうんと飲んでフラフラになっていたその勢いであの子の寝床へ潜り込んだのさあたしは23 何かどはずれなことがやってみたい年頃なんだろういきなり潜り込んで手足で絡みついてやった飛び起きるか声でも出すかと思ったらあの子は身動きもしないでじーっとしている体をまっすぐに伸ばして石のように硬くなってそしてガタガタ震えてるのさこっちは酔ってるからこれはものになるなって思って手をやった 何さあバカだねそんなことは姉妹ま,まで聞いてから言うもんだあたしは手をやったそうするとあの子は「おっかさん」って言った震えているものだからガチガチと歯が鳴ったっけ恐ろしさのあまり「おっかさん」って言ったんだろう今でもその声と歯の鳴る音がはっきり耳に残ってる間が悪いのなんのって 私は酔いも覚めちゃって謝ったりなだめたりすかしたりして早々に逃げ出しちまったさ実さんって人はそんな子だったよ、2. 実が間屋の棚へ入ろうとすると軒先にいた番頭の脇地が「いらっしゃいまし」と景気のいい声を上げてお辞儀をし、た。 すぐに気がついて間が悪そうに笑った。お一人ですか実は頷いて店へ入っていった。宵の八時ごろで帳場には主人の文蔵がおり酒や魚を運ぶ女中たちが忙しそうに立ち働いていてその一人が入ってきた実に声をかけすると他の女中たちや帳場にいる文蔵も声をかけた。 実は、担いでいた針子を下ろし、鉢巻きを取って反転の肩腰をはたき、それから広い上がり花へ腰をかけて、わらじの王を時にかかった。はさみ箱の形に似た針子は、黒のため塗りで、片方に島重と赤く太い字で書いてあり、担ぐための三尺の棒の先には、小さな鈴がついている。その鈴が 飛脚であることを知らせるのであった。下女のお市がすすぎのたらいを持ってきて、いぶかしそうに聞いた。今度はお一人ですか実は、うん、と言った。足を洗っていると、お席が出てきた。この間屋に10年近くもいる女で、年は30になるが、 「歌がうまいのと酔いぶりが面白いのとで今なお座敷では人気があった」「お席はもう飲んでいるらしく目の縁がポッと染まってい声もはしゃいでいた」「いらっしゃい」とお席は実の肩を押さえていった「どうしたの一人?」「今度は早じゃないんだ」と実はぶっきらぼうに答えた「じゃあ止まるのね」 実は「さあ」と言った「おしのは嫁に行ったのよ」とお席が言った急に話が決まって7日前に暇を取ったのあんたに会ってから行きたいってそを書いてたぞこら」背中を押されて飲めりそうになり「危ねえな」と言って実はお席の手から肩をかわした飲み食いだけの客には 別旨になった座敷がある。お席はそこを抜けてきたのだろう。おろくという若い子が呼びに来、お席は実に、後で遊びに行くよ、と言って、おろくと一緒に去った。実はいつも2階の7番に泊まる。小部屋だが一番端にあるので、短い時間に熟睡するには静かでよかった。風呂から上がってくると、 おみよというが食事を少し待ってくれと言った「お関さんがすぐに来るそうですからそれまで待っていてください」って言ってました実は座ってぬれてぬぐいで髪をなでおみよは茶と菓子の盆を彼の前に置いた「しのちゃんお嫁に行ったんですよ」とおみよは茶をつぎながら言った 向こうは鳴海の瀬戸物屋でお婿さんはびっこなんですって。恥ずかしいから遊びに来てくれとは言えないってあんなににぎやかな人がすっかりしぼんでましたわ。実は菓子をつまみ茶をすすりながら三尺の床の間を見た。着彩の色のすっかり冷めた山水の軸がかけてありその下に木彫りの大黒の像が置いてあった。 しのちゃんの代わりにあたしが番になりたいんだけれど」とおみよが言ったじつさんからそう言ってくれると番になれるんだけれどお着物が変わったなとじつはつぶやいた「ねえそうしてくれないじつさん」うんとじつが気のない調子で言った「俺はどっちだっていいよ」 頼りないのと、おみよは流し目に睨にみ、立ち上がってから振り向いて聞いた。何時に起こしに行きましょうか起こさなくってもいいよ。お泊まりになるんですか実は、うん、と言った。おみよが去ると、実は横になって肘枕をした。彼は浮かない顔をして、ぼんやり食前を眺めた。 かなり空腹ではあるが、それほど疲れているわけでもないし、別に気がかりなこともないのに、なんとなく鬱陶しいような、気だるい気分にとらわれていた。9月になったばかりで、まだ火を入れるには早いが、晩秋の爽やかな夜季が、壁のあたりから忍び寄ってくるように思われ、裏座敷から聞こえてくる三味線の音も、半月前とは違って、 しんとさえて響くように感じられた。階段に足音がしたので、実が起き直ると、お席が乱暴に入ってき、後ろの障子を開けたまま、禅の脇へ座っていった。感心に待ってたわね。しつけがよろしい。褒めてやるぞ。実が立とうとした。どこへ行くのとお席きが聞きいた。 じつは障子を見ていった。しめるんだ。そうやっといて。と、おせきは手で顔をあおぎながら言った。いまお酒が来るんだから、今夜はあんたも飲むのよ。じつは座り直して、いい機嫌だな、と言った。おせきは酔って赤くなった顔をしきりに手であおぎながら話し出し、まもなく障子の陰で声がして、 若い女中が酒魚の盆を持って入ってきた「この人おとわちゃん」とおきが実に言った「今度来た人であんたの番になるのおとわちゃん江戸の島重という飛脚屋の実さんよおとわは手をついて挨拶した実はドキリとしたおとわの顔を見た途端に「知っている」 と直感したのである古くから知っていて久方ぶりに会った随分久しぶりに巡り会ったという感じがし同時に音羽の方でも明らかにドキッとしたことがその目に現れた知った相手ではない初めて会うのだということはすぐに分かったけれども最初のドキッとした感動は強く心に残って 目の合うたびに胸の奥がキリキリするようであった。おきはそんなことまでは気づかなかったろう。だが、実の様子で安心したらしく、きに一つ酌をすると、座敷があるからと言って立ち上がった。おとわちゃんはまだなれないんだから、困らせないで。とおきが言った。あたしの大事な妹なんだから、番にしたのは、 実さんを見込んだからだってこと忘れるんじゃないぞ。分かったよ」と実が言った。おとわちゃん、おこしに来る時を聞いとくのよ。そう言ってお席は出て行ったが、階段の途中まで行ったかと思うと引き返してきて障子を開け、そこから覗いていった。今夜は酔うまで飲むのよ。おとわちゃんも愛をしなさい。 わかったわね。そして障子を閉め、いい機嫌に鼻歌を歌いながら去っていった。実は心細いような、胸の躍るような気持ちで、黙って一つ飲み、それから音羽を見た。飲めるのか音羽は微笑し,して首を振り、でもいただきます、と手を出した。実は酒好きを渡し、尺をしてあった。 音羽は,は一口なめて、そのきを禅の上に置き、新しいきを取って実に渡した。音羽は,は、ごく平凡な顔立ちで、口が少し大きく、ものを言うと、前歯にみそっぱのあるのが見えた。それを気にしているためか、それとも単にそういう癖なのか、人を見るときには、唇を一文字に引き締めるが、 すると唇の両端が上へ切れ上がって顔全体にあどけない表情が広がるのであった「お関さんは忘れたんだ」と実が不器用に言った「今夜は泊まるんだから起こしに来なくってもいいんだよ」音羽は,は目でうなずいた3 実も口の重い方だが、音はも同じらしく、ただもう尺をすることにかかっており、実の方でも話題がないから、自然に尺をされるだけ飲むという具合で、たちまち寄ってゆくのが分かった。とこの間の置物が変わったね、と実が言った。音羽は,は振り向いて、そうですかと言い、しばらく眺めていて、 大国様ですね」と独り言のようにつぶやいた「前にはから金のつるがあったんだ」と実が言った「俺がここで泊まりだしてからずっとそうだったもう5年くらいこの部屋で泊まるがあの掛け地も置物も変わったためしがないんだ掛け地は元のままなんだがどうして置物だけを変えたのかな」 さあ、と首をかしげて、それから音羽は,はちらっと実を見た。もう五年もいらっしゃるんですか。はじめから数えると七年目だ。音羽は,はうなずいていった。あたし、今日でやっと五日目ですわ。それでまた話が途切れた。勘どくりの二本目が空になり、 実はそうとは知らず一人になるとクスクス笑いだして「ざまねえや」とつぶやいた若い男と女が差し向かいでいて床の間の掛け軸や置物のほかに話すことはねえのか「ねえらしいな」「ねえらしい」「これが生まれつきだ」と彼はつぶやいた がをもうダメだめだとじつがみていった酒はもうダメだめだすっかりよっちまったでもおせきねえさんがいやダメだめだとかれは首をふっためがちらくらするようだめしにしようおとわはは、はいと言った では、温かいご飯を持ってこようと立ちかけたが、実はそれを止めて、茶漬けがいい、と言った。腹は口かったが、茶漬けを一杯だけ食べると、すぐに寝かしてくれと言って手洗いに立った。横になってから、音羽が何か言った。何か用はないかと聞いたのだろう。彼はそれに答えたと思ったが、 のの出てて行くのも知らずに眠っっしまったどのくらい眠ったものか、夢うつつに呼び起こす声を聞きながら、ヤグをゆすられるまで目が覚めなかった。起きなくちゃいけない、時刻だ。そう思って、ようやく目を開けると、すぐそこに音羽の顔があった。暗くしてあるあんどんの光で、微笑している音羽の顔が、 目の前にあり、微笑したままでそっとささやいた。八つ半になります。ああ、と実が言った。八つ半、いや、朝まで寝るんだ。さっき、起こせっておっしゃっていましたわ。俺がかと言って、彼は片手をドアの方へ伸ばした。酔ってたんだな。 これという考えもなく、ほとんど本能的に手を伸ばし、音羽はその手を握った。握った途端に一度離そうとし、すぐにまたそっと握り直した。実はめまいのような衝動に襲われ、半身を起こして音羽を抱いた。どうしてそんなことができたのか、自分でもわからない。彼は全く夢中だったが、 悪いという気持ちは微塵もなかったし、極めて自然にそうなった。音羽も拒もうとはしなかった。彼女の体は彼の両腕の中で柔らかに力を失い、彼の手のままにしんなりとたわんだ。彼は音羽の背骨が自分の手の下で驚くほど柔軟にたわみ、体全体がこちらへ溶け込むように感じた。 彼は耳のそばで音羽の激しいあえぎを聞きながら自分の不器用さに浪漫した音羽の体は少しも動かず激しい呼吸だけが生きているようであったそうして間もなくその切迫したあえぎを聞きながら彼の意識はくらんだ明け方実は目を覚ますと はねをきてあたりを見わたした。もちろんオトワはいなかった。オトワが去ったのを彼は覚えている。彼女は何も言わなかった。彼女はひとこともものを言わず、静かに影のように去ってゆき、彼は包まれるような疲れと甘い映り画の中に残されたのだ。大変なことをした、と彼は口の中で言った。 どうしよう。一言もものを言わず黙って影のように去っていった音羽の姿が思い出され彼の胸の奥がキリキリとなった。ダメだ。としばらく思いふけっていたのち、彼は力なく首を振った。とても顔は合わせられない。とても立つことにしよう。 今のうちに出て行こうと彼は思った。酔いはすっかり冷め、喉が渇いていた。実は落ち着かない動作で身支度をし、張り子を持って海外へ降りた。棚にはまだ掛け明かりやあんどんがついており、ブスケというもう一人の番頭が、今ついた客にすすぎを出していた。客は実の知っている男で、 江戸畑子町の木梅という、やはり飛脚屋の友次郎であった。実は宿賃を紙に包んで町場に置き、上がり橋へ行って、ブスケに声をかけた。足ごしらえをしながら、実はブスケに向かって、おとわという女中に借りたものがあるが、大阪からの戻りによると伝えてくれ、と頼み。 感情は帳場に置いてあると言った。友次郎は声をかけただけで話はしなかった。実の口の重いこと、あまり仲間付き合いをしないことはよく知られていたからである。外はまだほの暗く、空気は冷えていた。町筋にはまばらに人や馬の往来が見え、かしぎの煙がたなびいていた。 俺は本気だったぜ。棒の先で鈴が鳴り彼は目を据えて自分に言った「出来心や浮気じゃなかったこれっぽっちのまじりっけもない自然な成り行きだった音はもうそうだった」としばらく歩いてからまた彼はつぶやいたちっとも騒がなかったし驚きも嫌がりもしなかった そうだろう、そうじゃなかったかちっとでも嫌がったか音はもう同じ気持ちだったんだ。そうでなくってあんなに自然な成り行きはありゃしない。確かだ。音はもう同じ気持ちだったんだ。葬門のところで彼は立ち止まった。葬門では万氏が竹ぼうきを持って橋の上を吐いており、 りの水はすっっかり明るくなっていた。引き返そうか引き返して会ってゆこうかと彼は堀の水を眺めながらつぶやいたいや帰りの方がいい宿のものにも具合が悪い帰りに酔った時話すとしよう実は思い切ったように橋を渡っていた 4「あの子っていうのがどうしておかしいのさ」「17の年から知っていて月にいくたびと泣く顔を見ているんだもの私には今でもあの子というよりほかに言いようはありゃしないよ私はあの子が自慢なんだ飛脚をしていれば読み書きのできるのは当たり前だろうけれど実さんはそれ以上によくものを知ってる。 例えばほらお客なんかが「さようなことを千中にて申さぬ者に揃ろう」って言うでしょあれがどんな故事から出たものか言っている当人が大抵知りゃしないそれを実さんは知ってたあれは歌いの船弁慶にある文句で本当は「さようなことをば千中にては申さぬことにて揃ろう」って言うんだってさそれからまた なんとかが何とかしていまだこれあらざるなりだとかなんとかがどうとかしてせざるべけんやなんていう四角な字も読めるんだこんなこと人に言うんじゃないよあの子はひし隠しに隠してるしおよそ知ったかぶりの嫌いな子なんだからあのとおり口下手で愛そっけがなくて人と話もろくにしない 肩の者のにはひどく気難しいわがままもののように見えるだろうけれども本当は思いやりの深いよく気のつく優しい性分なんだ何年か前私が体を壊して90日ばかり寝たことがあったその時じつさんは雪にも帰りにも見舞いに寄ってくれる何かしら手土産を持ってねあの調子だからあんまり口はききやしない 土産物を置いて黙って市販時ばかり座っていてそれから「じゃあまた」なんて言って立っていくのさ7かぎりという早飛脚の時でも顔を見せないということはなかったこんなことを数えたらキリがないそれに大抵忘れちゃってるけどさあの子はそんなふうな実のこもった情愛の深いところがあるんだ ただ一つ心配なのはまだあの子はつまずいたことがない今年の竹のようにスーっとまっすぐに育ったままで体も心も無傷だということなんだそんなことで一生が遅れるもんじゃない年がいってからのつまずきはこたえるからねえああわかったよもう一つ飲んだら行くよあちょっと お客は誰と誰とさ。5大阪からの帰りに実が間屋へ着いたのは夜の9時頃であった実はすぐに音羽が出てくるものと思った飛脚の扱いは他の客と違っていて早の時などは二国とか一穀半とか時間を決めて眠り時間通りに立っていく 食事もその時によって、寝る前に食べたり、起きてから食べたりするし、雑用の世話も多い。しかもすべてがきちんと時間通りに運ばなければならないので、女中も晩を決めて一切の面倒を一人で見るようになっていた。それで当然、音羽が出てくると思ったのだが、そうではなく、すすぎは下女が取り、部屋へ通したのはおみよ。 風呂を知らせに来たのはお松であった。実は落ち着かない不安そうな顔つきで風呂へ入り風呂場でひげをそった。どうしたんだと彼はそり残ったひげを指で探りながらつぶやいた。病気で寝てでもいるのか、それとももうここからいなくなってしまったんだろうか。部屋へ戻ると、 お松が食前の支度をしていた実の顔がもっと不安そうになりお松が話しかけるのを遮って音羽はどうしたのかとさりげない口ぶりで聞いた「ああそれで思い出した」とお松は立ち上がりながら言った「おせき姉さんが伺う,うからお膳を上がるのは少し待っていてください」ってその間 飲んでいてもらうようにって言ってましたから今お酒を持ってまいります実はそり場をしまいながら胸苦しいような気分に襲われもう一度音羽のことを聞こうとしたが聞くことができなかったお松が出て行くと隣の六畳に客が入った「何かあったんだな?」と彼はつぶやいた この前のことで何かあったんだあの晩のことが宿のものに分かって音羽が出されでもしたんじゃないか実は深い息をし立ち上がって針子を置き直した「風呂なんかいいや」と隣で客の言うのが聞こえた「酒を飲むから支度をしてくれ何かうまいものこしらえてな」 それから借人を二人ばかり呼んでくれ。おつねという女中の声で断るのが聞こえた。こちらは泊まり客だけで遊ぶのなら裏の別座敷へ行ってくれというのである。飲むだけならいいのかと客がせっかちらしく聞いた。めんどくせえ。そんなら借人はいらねえからここへ持ってきてくれ。実が座ると すぐに障子が開き、酒の盆を持って、音羽が入ってきた。実は胸の奥がキリキリとなり、体がふっと浮くように感じた。音羽は盆を置いて挨拶をし、それから禅を寄せて、勘どくりをその上へ置いた。挨拶をする声も低かったし、一度ち,ちらっと実を見たきり、あとはうつむいたまま目をあげず、 まるで酔ってでもいるように顔をあからめていた。実も赤くなり、すっかり上がって、目のやり場もないというふうであった。音羽が勘どっくりを持ち、実はきを取ったが、すぐにまた置きながら、お席の車るまで待とうと言った。姉さんはいらっしゃいません。と、音羽がうつむいたままで言った。実は不審そうに言った。 だって、待っていろということづてがあったんだよ。でも、いらっしゃいませんの。と、音羽が低い声で言った。うかがえないからよろしくって言っていました。実はうなずいて、杯を取った。音羽が酌をし、彼は飲んだ。どちらも気が上がっているようで、ついすると酒をこぼし。 そのたたびにあわてておがふいた一本の酒が半ばになった時実が思い切ったように顔を上げて音羽を見た「この前は」と言いかけて後が続かなくなり彼は惨めにどもった「この間は悪かった」音羽は急いで「いいえ」と首を振り後を聞くのが恐ろしいとでも言うように かんどっくりを両手でつかんで身を固くした「実は」と彼が言った「話が相談があるんだが」すると音羽が「あの」と別のことを聞いた「友次郎さんという人をご存じですか?」「友次郎って」と彼が聞き返した「9名の飛脚をしている男か?」 おとは,はうなずいた。「知ってる」と彼が言った「顔を見れば挨拶をするぐらいのものだがあいつがどうかしたのか」「い,いえただ」と音羽は,は口ごもった「ただ聞いてみただけです」「あいつは口の多いやつだそうですか」と音羽が口の中で言った。 実は黙って飲んだ。話の腰を折られたのと、音わがその話に触れられたくない様子なので、後を続けることができなかったのである。彼は酒を一本でやめて飯にした。隣の客は一人ごとを言いながら飲んでいた。裏の方には遊びの客が幾組かあるらしく、賑やかに三味線や歌の声がし、 女中もそちらが忙しいのだろう。隣の客にはゆっくりシに座るものもないようであった。客扱いの悪いうちだ。と隣で独り言を言うのが聞こえた。金のありそうな客のところばかりへばりついてこっちはほっぽりっぱなしじゃねえか。おらあそろそろ腹が立ってきそうだ。その客が手を鳴らした。 腹を立てちゃいけねえと医者が言った。とまたその客が言った。腹を立てると菅の像が悪くなるからってよ。俺が菅の像が悪くなるというのが、ここのうちのものには分からねえのかな。実は食事を済ませ、音羽が禅を片づけて去った。実が手洗いから戻ってくると、音羽がヤグを敷いており、 隣で、おつねと客のやり合っているのが聞こえた。缶が悪くなるって、と、おつねが聞いていた。虫でも怒こるんですかそれは缶だ、と、客が言い返した。子供じゃあるめいし、この歳で缶の虫が起こる道理があるかい。わからねえな。缶の像だ。おつねが、 ああそうですかと言った。ヤグを敷き終わった音羽が口を手で押さえて忍び笑いをし、実はそれを塩に話したいことがあるんだがと言い出した。するとオトワは急にまた体を固くし、ええとうなずきながら、でもそれはこの次に伺いますわとささやくように言った。じゃあ次にしよう。 彼もうなずいた「怒ってるんじゃないだろうな」。音羽はかぶりを振った。「じゃあこの次に」と彼は念を押すように言った。「きっとだよ」。「ええ」と音羽は,はうなずいた。六次の登りで実が間屋へ来たのは。 昼ちょっと過ぎた自分であった。今度は音羽がすぐに出てきた。実はまた気が上がってい,い、音羽も赤い顔でまともに彼が見られないようであった。今度は10日ぎりの早ですぐに立たなければならないんだ。と彼は言った。いや、わらじは脱がない。昼飯を食べてひと休みするだけなんだ。そして彼は。 声を潜めて素早く言った。話は帰りにするよ。音羽は黙ってうなずいた。実は4日目に戻ってきた。宵いの7時頃で音羽がすすぎを取り、部屋へ案内した。その夜は客がいっぱいで、隣にも2人連れが酒を飲んでおり、酔った声で何か言い合っているのが聞こえた。実が風呂から出て、 支度し,してある食前の脇に座ると、間、ま、もなくお席きが来きて障子を開けた。お疲れ様、ま、とお席が廊下に立ったままで言った。あたしは座っちゃいられないの。お父ちゃんがすぐに来るわ。実は手ぬぐいで襟首を拭きながら、まぶしそうな目つきでお席を見た。実さん、話は明日にしてちょうだい。 お席が言った明日おとわちゃんが出られるようにするから外で会ってゆっくり話すといいわもちろんあんたに暇があればだけれど「暇はある」と彼が答えたそのために一日分だけ詰めてきたんだいいわじゃ高いわの弁天様で待つことにしましょう知ってるわね実は首を振った。 場の神よ」とおきが言った「新町で聞けばわかるわ」「川っぷちの静かなところであんまり人も来ないから話すにはちょうどいいと思うの」「そこで待っていてちょうだい」「時刻は朝の10時」とおきが言った「実は分かった」とうなずいたおきはじっと彼の目を見つめふとびしょうしながら 声を潜めて言ったしっかりやるのよ。実は赤くなって目を背けた。お席が去り、音羽が来た。待ち合わせのことは聞いているのだろうが、音羽はそんなけぶりは見せなかったし、実も何も言わなかった。二人はこの前よりもっと硬くなり、実はそれをほぐすために、せかせかと杯を重ねた。 あの竿池はおめえ、そこが泥だぜ。と、隣で言っているのが聞こえた。おら、砂地だとばかり思ってたんだが、実は泥よ。そうかなへえと、連れが答えた。あの池がね、まさか泥とは気がつかなかったな。うん、泥なんだ。と、先の男が言った。 おらてっきりすなちだと思ってたんだ。ところがおめえ実はあそこは泥なんだ実はふいにさかずきをおいたそのどうさがとつぜんだったのでおとわはびくっとみをそらせた実は立ち上がってかたづけてあるものをひろげ腰かけの中から紙包みを取り出すと禅の前へもどってすわりながらおとわの前へそれをおいた つまらねえものだが、と彼が照れたように言った。気に入ったら取っといてくれ。音羽は,は包んである紙を開いてみた。すると小さな霧の箱が現れ、その蓋にコバイエンと書いた短冊型の紙が斜めに貼ってあった。その字が読めたのだろうか。音羽は,は珍しく、いかにも嬉しそうに微笑し、 それを両手でもって胸へ押しつけた。五倍円のべにね、うれしいわ。実は照れた顔になり、なに、つまらねえ、などと言いながら杯を持った。二本目の酒が終わっても、口のほぐれるほど酔う景色がなかったし、明日という約束があるので、実は飯にした。 あのさおい池がねえ、知らなかったなあと、隣ではまだ話していた。あの池の底が泥だとはさ、そいつは全く気がつかなかったよ。泥なんだ。うん。と、もう一人が言った。どうしたって砂地としきゃ思えねえが、あれでそこは泥なんだから。実が寝てからも、 その話はいいていた。さお池の底が砂地ではなくて泥だということが二人の間で限りもなく繰り返され実はこちらでそれを聞きながら眠ったようであった明くる朝彼は遅く間屋を立った9時前だろうか教えられたとおり新町で人に聞いて約束の場所へ そこは田んぼの真ん中で、スゴ川に面しており、対岸には木の茂った小高い丘があった。高岩弁天は小さな社で、松林に囲まれており、そこから川の岸までは草の伸びた空き地が広がっていた。古びた社殿を一回りしてから、実は空き地の方へ出て行き、川の見えるところで、 草の上へ針り子を下ろし、自分もその脇へ腰を下ろした。彼は両手で膝を抱え、目を細めながら、対岸の松の茂っている丘を眺め合った。音羽の来るまで、実はその格好のまま動かずにいた。音羽は,は静かに来た。草履を履いているので、足音は聞こえなかったし、そばへ近寄っても、 すぐには声がかけられなかった。遅くなって、ごめんなさい。と、ようやく音羽が言った。実はその声で初めて気づき、振り返って、ああと言った。音羽は小さな風呂敷包みを抱えてい、こわばった顔で微笑した。実は周りを見回して、草の茂っているところを指さした。 何かしこうか。いいえ。と、音羽はかぶりを振り、そこへ横座りになりながら言った。おせき姉さんにお使いを頼まれてきましたの。長くはいられないんだな。ええ、いいえ。と、音羽はまたかぶりを振った。姉さんがうまくいってくださるそうですから。実はうなずいて、 そのままだまり込ん音羽は包みを片手で膝の上に抱え片手を伸ばして草を摘み取った「赤まんまだわ」と音羽とは口の中でつぶやいた「俺は来年の秋に棚を出す」と実がやがて口を切った「今いる島中というのは叔父がやっているんだ。 棚は浅草の森田町にあるんだが、そのおじの世話で来年の秋には棚を出すことになっているんだ。音羽はそっとうなずいた。実はそこで話を区切り、うつむいて草をむしりながら、しばらくの間言いよどんでいた。あの晩は、と実が言い出した。あの初めての晩。 俺はんだだったんだぜ「音羽が身を固くした」「入ってきたおめえを見た時俺は古くから知っていたような古いなじみのような気がしてドキッとした」「そのドキッとした気持ちは初めてあったんだと分かってからも消えなかったし今でもこの胸の奥に残ってる」と彼はうつむいたままでって 夜中にあんな無理なことをしたのは悪かったけれども決して出来心や浮気じゃなかった俺は本気だったんだ音羽がええと言ったよくわかっているという意味がかなりはっきり感じられる小ねであった俺は一人だと実はまた しばらく間を置いてふた親もなし、兄弟もない。近い親類は島中のおじ一家だけだし、それも来年の秋に棚を出せば、そううるさくつきあうこともない。だから、商売のほかのことで苦労するようなことはないと思うんだが、おめえ、嫁に来てもらえねえだろうか。実は首から赤くなり、 耳のところまで赤くなった。「ええ」と音羽が言った「あたしそのつもりでした」実はこっくりとうなずき夢中で草をむしりながら次に言う言葉を探していたそしてやがて音羽の方を見て聞いた「おめえうちの方はどうなんだ?」 んにも俺は何とでもするぜ」と実は熱心に言った「俺には親兄弟がないんだからそっちの事情によっては仕送りもしようし俺にできることで必要なことなら何とでもするから話してみてくれ」「そんな心配はないんです」と音羽が言った「あたしも身一つなんですから」 本当だな隠してるんじゃないだろうな。音はが実に振り向いた。どうしてそんなことをおっしゃるのはじめに何もかもはっきりしておきたいんだ。あたしの方ははっきりしています。と音はが言った。あなたが恋とおっしゃれば、その日すぐにでも一緒に受けます。 実はうなずいた。もう話すことはない。彼は何かほかに言っておくことがあるかとしばらく考えていてそれから言った。来年の秋までだけれどいいな。ええと音羽が言った。2年でも3年でも。実は神戸を垂れた。 それは無言の例のように見え、そのまま二人は黙ってしまった。どちらも話すことが胸にいっぱいで、しかもどう話したらいいかわからないという様子であった。音羽はさっき摘み取った草の花をぼんやりと眺めていて、それからかなり長くたってからぽつんと言った。こういう草。 江戸の方にもあるかしら実は目を上げてみた「あるよ江戸では赤まんまって言うんだこっちでもそうよ小さい自分これでよくおまんまごとをして遊んだわ江戸には鼻の白いのもあるそれは白まんまって言うんだ」と実が言った「俺もよく おまんまごとの仲間に入れられて無理やり旦那にされて困ったことがある怖い旦那様だったでしょうねさん連中の方が怖かったぜそうかしら短い沈黙の後に音羽がククとくくっと含み笑いを始めたさもおかしそうでなかなか笑いが止まらず実はどうしたのかとけげんそうな目つきで振り向いた ごめんなさい」と音羽が指で目を押さえながら言った。あたしたち他に何か話すことがないのかしらって思ったら急におかしくなってしまって。まったくだ。と実は苦笑した。おまんまごとの話をする場合じゃなかった。音羽は笑い続け実もそれに誘われたように らいながら張り声手をやった。「そろそろ出かけよう」と彼は言った「俺はこのとおり話の継ぎ穂ということもわからねえ人間だ頼むよ」「ええ」と音羽は,はうなずきそれから口の中でささやくように言った「あたしこそ」 冗談言っちゃいけないよ。あの子が女にちょっかいを出さないのは女嫌いなんて生きざなもんじゃない。浮気が嫌で本当の愛情が欲しいからなんだ。あの子は七つの年に父親に死なれ母親と一緒におじさんに引き取られた。おじさんは母親の兄さんでそう島重はその人の棚なのさ。おじさんはあの子を不憫がって。 実の子よりもかわいがったそうだけどおばという人は大層しっかり者だそうだし5人も子供があるからどうしたって実さんだけ別扱いにはできやしないおまけにあの子が11になると母親も亡くなってしまい今度はおばという人がはっきり口をきくようになったあの子は子守から薪割り拭き掃除から洗濯までさせられたらしい いっそ他人のならいい年季奉公なら別だけれど叔父・おいの中でいて奉公人同様に追い回されるのはつらいよ考えてみるだけだってつらいもんだそれでもあのとおり実さんはまっすぐに育ったいじけたところやひがんだところはこれっぽっちもないしそんな苦労したとは思えないほど産ぶで木一本じゃないの。 ただねあの子は親身な愛情というものを知らないおじさんのうちでした苦労はかえってあの子の生まれついた性分をよくしたと言えるようだけれど親身の本当の愛情だけは足りなかった私にはそれがわかるんだあれだけ女たちに言い寄られても決して手を出さなかったのはそのためだと思うあの子だって男だから まさか女を知らないわけじゃないだろう。遊びぐらいしたことはあるにそういないさでもスウェーデンにおいそれと箸を出すようなケチなまねはしなかったそんなつまみ食いや浮気なんかに決して用はないあの子の欲しいのは本当の愛情なんだよいいえわからないそれは知らないよことによるともう見つけたかもしれない そういうい相手を見つけたとすればあの子はきっと堂々とやる人に後ろ指をさされるようなことは決してシアしないよいいともさあたしはかけてみせるよ8年がくれ年が明けた実と音羽の中は誰にも気づかれなかったし変わったことも起こらなかった 二月になったばかりのある日、実は夜の十時すぎになって、間屋へついたことがある。彼はすすぎをしながらおとわに言った。十かぎりの早だが、詰めてきたから明日四時でいいよ。午前は上がりますか酒を少し飲もう。と実が言った。風呂はもう汚れていたので、おとわが湯を取り、 実はざっとほこりを流すだけで済ませた。裏は例によって三味線や歌の声でにぎやかだったが、こちらは泊まり客も少ないと見え、どの部屋もひっそりとしていた。音羽が酒の支度をしてくると、実はそこへ反物を出していて、音羽に渡した。それまでに着物地を二貫、羽織地を二貫もらっているので、 おは,は受け取りながら当惑したような顔をした「どうしたんだ?と」と実が聞いた「気に入らないのか?」音羽は微笑しながら首を振った「そうじゃないんですこんなにいただくと人に見つかった時困ると思って私これまでいただいた分だけでも隠すのに苦労しているんですのよ」実は、 腑に落ちない顔つきで黙って音羽を見つめたその視線に気づいたのであろう音羽はたんも物をそこへ置き勘どくりを取ってくをしながら言ったあなたが恋いとおっしゃるまで私たちのことは誰にも知られたくないんです実は納得がいかなそうに聞いた知られては具合の悪いことでもあるのか い,いえ、と音羽はかぶりを振りはにかんで目を伏せながら言った「二人のことは二人だけで大事にしていたいんです縁もない人たちに何か言われたりすると私たちだけの大事なものが汚れてしまうような気がするんです」実はうなずきもう一度うなずいていった「わかったじゃあこれは持って帰ろう」 いいえ、それでは2になるでしょうし、せっかく持ってきてくだすったんですから、いただきますわ。でも、どうぞこれからは、こういう心配はなさらないでください。実は、うん、とうなずいた。その夜、実は初めて酒を3本飲み、初めて酔った。自分でもわかるほど機嫌よく酔い、ひどく心が弾んだ。 二人のことは二人だけで大切にしてゆこうという音羽の言葉がよほど胸に染みたらしい。音羽を見る彼の目は潤んで熱を帯び、口では言えない感動を表すかのように幾度も深い吐いを漏らした。ヤグを敷いてもらって横になったのはもう十二時を過ぎた頃で、別座敷の玄関の声も聞こえなくなっていた。 酔いざめの水を枕元に置き、あんどんを暗くして、音羽は出て行こうとした。おやすみなさいという音羽の声を聞いて、実も、おやすみ、と答えながら、枕の上から音羽を見た。音羽は,は微笑んで見せた。自然に浮かんだものではなく、彼に向かって微笑みかけるという感じだった。実は、 音羽の方へ手を伸ばした。音羽は,はそっと被りを振り、彼は手を引っ込めようとした。すると、音羽が膝ですり寄って、彼の手を握った。恐れるように、そっと握った手は震えていて、それが実の気持ちを激しくそそった。実は起き上がって抱こうとし、音羽はそれを拒んだ。両手で実の腕を払いのけ、 おびえたように身をずらせ、実が戸惑った顔で腕を下ろすと、今度は音羽が彼の膝へうっぷしてしまった。彼は音羽のせいへ手を置いた。音羽の体は石のように固く、そしてはっはっと苦しそうに荒い息をしながら、体全体で震えていた。彼は目をつむった。 この不器用な争いは自分がもう一押しするだけで肩がつく。それはわかっているけれども、石のように硬くなった音羽の体と体全体で震えているのを知ると、彼にはそれ以上どうすることもできなかった。悪かった、と彼が囁いた。ごめんよ。ごめんなさい、と音羽が 震えながらささやき返した実はうなずいていった。寝るから、行っておやすみ。ごめんなさい。と、もう一度音羽がささやいた。怒らないでね。謝るのは俺の方だ。さあ、行っておやすみ。彼は音羽の背中をそっと押した。 初めて会った時にちぎったことが、まるで現実のことではなかったように、その後は二人とも臆病になり、日のたつに従って、どちらも相手に遠慮深くなった。引かれる気持ちは次第に強くなるのに、手が触れてもビクッとし、顔が赤くなるという風である。こうして2月も過ぎ、3月になったが、 この間に二度嫌なことを耳にした。一度は木梅の友次郎にからかわれたのである。駿河のえじりの宿で昼の弁当を一緒に食べたのだが、その時友次郎はニヤニヤ笑いながら、いいのができたようだな、と顎をしゃくった。実は黙っていた。おめえほどの堅物でもかなわねえことがあるんだな。 友次郎は言った「しかし気をつけた方がいいぜ街道筋には尻尾の裂けたような狐が出るからな」実が静かにうつむいた「狐がどうしたって忘れずに眉毛をぬらしとけっていうことさ」実はきっとした声で言った「狐と誰のことだ?」 友次郎は実の怒った目にたじろいだ。誰だったって、俺はただ。誰が狐だって言うんだ。と、実は潜めた声で畳みかけた。そんなことを言う以上、相手が誰だかわかってるんだろ。う。言ってみろ。どこの誰なんだ。<あ>そう怒るなよ。こんなことでそうムキになるやつがあるかい。 友次郎が言った。おめえにはうっかり冗談も言えねえんだから今のは冗談か冗談だよととも次郎が苦笑したしかしさそう怒こるところを見ると何かあることは確からしいな実は不機嫌にそっぽを向いたおめえ語るに落ちたぜ 友次郎は後者に話をそらした。二度目は間屋で泊まった晩、隣に客が二人入って、酒を飲みながら女の話を始めたが、その中で音羽のことに触れるのを聞いた。彼らは女中や女たちのことを無遠慮に品定めした上、最も色ごとにもろいのは音羽のような女だと言い出した。 そいつは目違いだな。と、一人の客は反対した。あんな沈んだような憂い顔の愛想もろくさま言えないような女が、色ごとにもろいなんていうことはないよ。じゃあ、試してみるさ。と、もう一人が言った。見かけの色っぽい女より、ああいうシーンとした地味な女の方が、かえってそのことにかけては達者なんだ。 やってみろよ。黙って捕まえれば文句なしだぜ。9。実は嫌な気持ちになった。初めて音羽と,と会った時の明け方の出来事を思い出したからである。黙って捕まえれば文句なしだ。形はそのとおりである。そうなる前に。 お互いの気持ちが深く通じ合ったことは確かだがそうなった形はその客の言葉どおりであった「バカな」と実は強く首を振った「それだからどうだっていうんだ音羽が相手構わずそんなことをするとでも思うのか」「おい」とまた彼は自分に言った「おめえは気きちを焼いてるらしいな」 ししっかりしろ。4月に入ったある日実が暮形に間屋へ着くとおみよが出てきてすすぎを取った彼は別に気にも留めず部屋へ通り風呂へ行ったしかし食前を持ってきたのもおみよだったのでおとわはどうしたのかと聞いてみた「おとわちゃんでなくっておきの毒さま」。 おみよは流し目に彼を見たたまに一度ぐらいあたしだっていいでしょそれともどうしてもおとわちゃんじゃなければいけないんですかいいさと彼は言った俺はただどうしたのかと聞いただけだ素直ねとおみよが笑ったあの人弟が病気だってうちへ帰ったのよ 実は目を細めておみよを見た。病気じゃない。けがだわ。とおみよが言った。木から落ちたって言ったかしら。お昼前に妹さんが迎えに来て、一緒に出かけて行ったの。遅くとも明日は帰るでしょう。妹や弟があるのか。5人きょうだいよ。知らないのとおみよは言った。 おっかさんにおとわちゃん、にちゃその下に妹2人と弟が2人いるんだってあの人も考えてみれば大変だわ実は目をそらしながら聞いたうちはここから遠いのか大平川の手前を北へ登った大泉寺っていうところですって確かその庄屋様の寺内にいるって聞きましたよ おみは見舞いに行ってあげるんでしょう。飯にしよう。彼は立ってゆきぬれ手ぬぐいをかけて戻ると進まない手つきで箸を取った。そのと彼は茶わんを受け取りながらさりげない調子で聞いたそのおふっくろさんと四人きょうだいの所帯を全部一人でしょってるのか 変な噂もあるけれど、と、おみよが言った。そんなこともないでしょ。おっかさんや上の妹さんはちん仕事をしているらしいし、下の子たちだって使い走りぐらいするでしょ。お父ちゃん一人でなんて、とても背負いきれるもんじゃありませんよ。変な噂があるってやっかんで言うんでしょうけれどね、その庄屋様が、 あの人にくびったけで月々貢いでいるとかなんとかうるさいことを言う人があるんですよ」とおみおが言った「むろんあたしなんかおとわちゃんをそんな人だとはけしって思いやしませんけどね」「じつはだまっていっぱいだけ食べて箸を置いた」「あらもうあがらないんですか?」「お茶をくれ」とじつが言った。 あくる朝実は四時に間屋を立ったそうしてそれっきり彼は間屋へ姿を見せなくなった実は泊まる宿場を変えてその城下町は素通りをするようにした予定が狂ってその城下で泊まるときは間屋のある天満町を避け六時蔵町の千草屋というのに宿を取った こうして四十日余り経った。その年は五月になっても晴れ続きで、空つゆになるらしいと言われていたが、下旬に近いある夜、ちぐさやに泊まっている実のところへ、突然お席が現れた。その時は早ではなかった。宵いの九時頃に宿を取り、風呂を浴びたり食事をしたりして、横になるとほどなく、 階段を上がる足音がし、8番だろう、わかってるよ。というお席の声が聞こえた。荒い足音とその声とで、それがお席であり、酔っているということはすぐわかった。8番ということは、階段口の脇にある彼の部屋のことである。実は素早く起き上がって、寝巻きの襟をかき合わせた。 おせきは黙って乱暴に障子を開けた。実は手を伸ばしてあんどんを明るくした。おせきはじっと彼をにらんでいて、それから階段のところへ行き、大きな声で女中を呼んだ。もとちゃん、お酒をちょうだい。魚なんかいらないから、大きいのお三本ばかり持ってきてよ。冷やでもいいから、早くね。そして、 戻ってきて部屋へ入り障子を閉めてペタッと座った相当に酔っているのだろういつもとは違って顔色が青く体が不安定にグラグラ揺れた悪いいたずらをするやつがあるもんだとおせきは言ったそれでも取りっぱなしじゃなかったからまだしもだけれどお冷やはないの実さん 持ってこさせようそれには及ばないよこれから飲むんだから」と言ってお席は頭をガクッとさせた「お前さんの泊まる七番にあった鶴が帰ってきたの知ってるかい?」実はその意味がすぐには分からなかった「空金かかの鶴だよ忘れたのかい おが言った。ちりめん屋の十兵衛っていう客が持ってっちゃったんだこの間返してきたんでまたあの床の間に置いてあるよなぜこんなことを話すかわかるかい実は黙っていた女中が上がってき声をかけて障子を開けた「おかんのついたのだけ持ってきました」。 女中は勘どくりを載せた盆をそこへ置いた。あとは着いたらすぐに持ってきます。酒好きなんかじゃダメよ。と、お席が乱暴に言った。湯飲みと、それからお冷やをちょうだい。元という女中が戻ってくるまで、お席は黙ってぐったりと頭を垂れていた。元が来ると、手を振って追い立て。 まず水差しの口からじかに喉を鳴らして水を飲んだ「さあ」とおせきはかんどくりをとりながら言った「言いたいことを聞こうじゃないの」「いったいどういうわけなのさ」実は腕組みをし低い声で話しだした「聞こえないよ」とおせきが遮った。 もっとちゃんと、はっきりした声で言ってちょうだい。俺は、大戦時へ行ったんだ。と、彼は声を少し高めて続けた。そして、みんな聞いたんだ。あれには母親があり、妹と弟が四人いて、そして、庄屋の持ち家に住んでいるし、庄屋の世話になっている。 おまけに、昭夜が、おとわちゃんをおめかけにほしがってるって言うんだろう。実は首を振った。めかけじゃない、五歳だ。昭夜は五年前かみさんに死なれて、その後へおとわをほしがっているということだ。おせきは、へえ<ー>、と言い,い、湯飲みに継いだ酒をあおった。十。 へえそうかい」とおきが言った「それだけのことであの子から逃げたのかい?」「初めに俺は聞いたんだ嫁に来てもらうつもりだから聞いたんだ」と彼はどもりながら言った「俺にできる限りのことはする何か困るような事情はないか親兄弟はどうだ 俺には親もきょうだいもないから場合によったら引き取ってもいいって念を押して聞いたんだ音羽は何にもないって言った自分もとりぼっちで親きょうだいはない身一つだからいつでも行ける決してそんな心配はいらないって言ったんだおせきは黙って2杯目を飲んだどうしてそんなことを言ったんだろう お席は首をかしげながらつぶやいたおかしな子だねどうしてだろうあいつは来る気はなかったんだそれが大仙寺へ行ってみて分かったこれだけの事情があってそこから抜けることはできやしない俺と一緒になる気はなかったんだどうしてじかに話してみなかったの おせきがいった。「あの子は実さんと一緒になるって言ったんでしょ?」「本当にその気なら嘘はつかないはずだ」「おはんをだ。あの子はね実さん」とお席は低い声で言ったおとわちゃんは庄屋へ5歳に行くことになったんだよ」 実は黙っていた「あたしにはわかるあの子は何一つ言わない悲しいようなそぶりも見せやしないけれどどんなにあんたを思っていたかあんたが来なくなってどんなに悲しがっていたかあたしには切ないほどわかるんだ」とおきが喉声えで言った。あの子のうちは 元はよかった電池も30丁分くらいあったしほかに山も持っていたそうよあの子は読み書きもできるしお茶や花もやり琴も弾けるんだそれを父親という人が道楽者ですっかり使い果たした上四十前の若さで卒中で死んだ残ったのは借金ばかりで おまけに去年の秋口にはじかを出して家屋敷がすっかり灰になっちまった庄屋があの子を五歳に欲しいと言い出したのはその時のことだって言うわでもあの子はそれを嫌がって間合い方向に来たのよもしもあの子がもしも五歳に行くつもりだったら女中奉公になんぞ来るわけがないじゃないのそうじゃないの 実さんおとわちゃんが5歳に行く気になったのはとおせきは続けたその気になったのは実さんのためよあんたが来なくなりもう望みがないと思ったからよあたしにはそれがちゃんとわかるんだかわいそうだとは思わないの実さん実はうつむいて みをして,黙っていた「かわいそうとは思わないの?」とおきが繰り返した「この月いっぱいでおとわちゃんは行ってしまうのよそれでもいいの?」実は黙っていてやがて言った「俺にはもう言うことはないよそれっきり」とおきが言った。 実は黙ってうなずいたじゃああたしから頼むわ一度だけおとわちゃんとあってちょうだい」とお席が言った場所は高岩弁天この前のところよ明日の朝七時にあの人を待たしとくわ実は嫌だと言ったあたしが頼んでもだめなの 実はしばらくしてお席を見床の間の鶴は帰ったかもしれないがしかしそこで彼は首を振った自分の言葉を打ち消すように首を振りそして低い声で続けたお席さんにはすまないが俺は嫌だ俺は会わないお席は 黙ってじつの顔を見ていそれからかんどくりをとったが酒はもう湯飲みの半分もなかった元のやつあとを持ってこないつもりだなあとおせきはつぶやいてその酒を飲みじつに向かってそうかいと言ったそれならそれでいいよあたしはお前さんをみそくなっていたようだ お前さんには実がある。他の男たちとは違って、心底情のある人だと思っていた。人にもそう言って自慢してたんだ。馬鹿らしい。そんならそれでいいよ。おきは急に立ち上がった。お邪魔様。ご馳走様とは言わないよ。と、おきは言った。この酒の城は下で払っていくからね。 私に額があれば行ってやりたいことがあるんだけれど、ああ、悔しい。お席はよろめきながら出て行った。障子は開けたままで階段を降りて行き、女中たちに何か怒鳴るのが聞こえた。実は組んでいた腕を解き、立ち上がって障子を閉めた。そして、あんどんを暗くしていると、 また階段をドタドタと乱暴に登ってきてお席が障子を開けた「いうまいと思ったけれど」とお席はよろよろしながら言った「どうしても言わずにはいられないから言ってしまう」「じつさんお前初めてあの子と会った時のことを覚えているかい」「じつは片膝をついたままうなずいた」 けれども知らないだろう。と、おせきが言った。あの時、おとわちゃんの下のものが汚れていたのを知らないだろう。実はいぶかしそうな目をした。あたしは、この目で見たんだ。と、おせきが言った。女の一生で初めての、それもたった一度しきゃない汚れなんだ。どういうことだかわかるかい。 実の立てていた片膝がゆっくりと降り彼は無表情に壁の方を見た「お前さんは来なさんな」とおきは調子を変えていった「あたしはあの子をやるよ」「あすの朝の7時おとわちゃんを高わの弁天様へやるよ」「お前さんは来なさんな」おは、 障子を静かに閉めて去ったあくる朝の七時前実は高岩弁天の境内にいたもう日はかなり高く松林の向こう須郷川の流れの上で庭の卯が水に潜ったり舞い立ったりしていた実は脇に張り子を置き松の幹に寄りかかってその うのすることをぼんやり眺めていた。もう黒玄だ。と彼はつぶやいた。気やしねさ。だが間もなく人の気配がするように思い振り向くと音羽がさっさっとした足取りでこっちへ来るのが見えた。音羽はこわばった顔つきでさっさっとまっすぐにこちらへ来。 実のそばへ来ると微笑した「また待っていただいたのねごめんなさい」「一目会いたかったんだ」と実はぎこちなく言ったそれに聞きたいこともあったんでそれがもしなんなら「ええ姉さんから聞きました」と音羽がうなずいた。 親兄弟のことで嘘をついたって怒ってらっしゃることは聞きましたでも私嘘は言わなかったんですよ嘘じゃなかったってええあの時は本当だったんですあの時の私の気持ちには親も兄弟もなかったんですあなたと一緒になれるんなら親兄弟は捨ててもいいと思ったんです と言って音羽は,は微笑したうそをついたのでも隠したのでもなく私本当の気持ちでそう言ったんです実は息を止めて音羽を見た音羽は,は微笑していた実は止めた息をごく静かに吐きそれにつれて神戸を垂れたそれから神戸を垂れたままで 俺は、と言いかけたが音羽がそれを遮った「今は違います」と彼は言った「今の私には親兄弟があるし義理も背負ってしまいました今はもう勝手なまねはできませんのどうしてかということは姉さんからお聞きになったと思います金のことなら俺が。 と実が言いかけた。いいえ。と、音羽は,は強くかぶりを振って遮った。お金や義理もありますけれど、あたしの気持ちがもう、そういうものから抜け出せなくなったんです。ごめんなさい。こんなこと言ってはいけないんでしょうけれど、嘘をついたと思われたままでは、どうしても気が済まなかったものですから。悪かった。 いいえ、謝ってはいや謝ってもらうことなんかありませんわただ分かってくださりさえすればいいんです実はほとんど聞き取れないほどの声で「俺が悪かったよ」と言った「ではあたし帰ります」と音羽は彼から離れた用をそのままにしてきましたから これで私失礼します。実は神戸を垂れたままでいた。さよなら。と言って音羽は歩きだしもう一度明るい声で言った。さよなら。実は身動きもしなかった。十一。 帰ってきて、あの人は初めて泣いた。まだ寝ていたあたしのところへ来て、身もだいをして泣いたよ。それまでは泣くどころか、悲しそうな顔つきさえ見せなかったのにね。あたしは起きて話を聞いた。あの子はすっかり話したよ。あたしは聞いていて目が覚めた。まるで水でも浴びた後のようにさっぱりして、二日酔いもきれいにさめちまった。 それからあたしはっってやった「おとわちゃん言っておやり」ってさ「二人は一緒になるのが本当だこれからすぐに追っかけておいで」ってさあの子は泣きながらかぶりを振った「本当にもうだめなのよ姉さん今になってはどうにもならないってこと姉さんにもわかるでしょ」って泣きながら言った。 それであたしは立ち上がって鏡箱を開けて鏡の下に入れておいたものを出してあの子の前へ置いてやった。あかまんまさあの子がじつさんと初めて弁天様で会って帰った時に持ってきたんだあの子には何の気持ちもなかったんだろう。そこへ置いていったのを見てあたしはそっと拾い上げた二人が初めて合い引きをして おまんまんごとの話をしたっていうのを聞いたら自分の小さい頃を思い出したんだね懐かしいような切ないような気分になってこの中へしまっておいたのさあの子はびっくりしたような目であたしの顔を見上げたあたしは言ってやったあの時の赤まんまだよ忘れたのかいってあの子はポカンと口を開けた そこでまたあとのことはどうにでもなるそのままでいいから追っかけておいでってそれであんたの一生が決まるんだよってさえああ知ってるよお客の呼んでいることは知ってるよこれだけ飲んだら行くからまたしといて大丈夫だってばさんうるさいねえ。 うん、あの子はお父ちゃんは飛び出していったひと言「姉さん」と言ったきり <laughs> それこそ表も振らずという格好で飛び出していったよ今でもそう思うあの時私は人の一生の決まるところを見たんだってねもちろんうまくいってるさ実さんが棚を出してから もうそこそここになるだろうああそうだよ。今やってくる福さんっていうのが実さんの棚の人さ。それではひとつ今夜の稼ぎにかかろうかね。